カミーユはいいのか。大丈夫だろう。繊細すぎるのは若いからだ。そうだな。君に乗せてもらうことにしてよかったと思っている。今のままではすぐに落とされる。迷うことはないはずだ。あなたしか今のエウーゴを率いる者はいないんだから。自分一人の運命さえ決断できない男がか。大衆は常に英雄を求めている。私に道化を演じろということか。あなたに舞台が回ってきただけだ。シナリオを書き換えたわけじゃない。アムロ、人は変わっていくものだろう。正体不明機の侵入の方がありました。一時休会いたします。意義ございませんね。異議なし。議長の決断が遅すぎる。エウーゴはどこまで来てるんだ。まだ閉会するな。この席を借りたい。エウーゴのものです。私はエウーゴのクワトロバジーナ大尉であります。そしてこの話をする前にもう一つ知っておいてもらいたいことがあります。それは私はかつてシャア・アズナブルという名で呼ばれたこともある男だ。ジオンの赤い彗星だというのか。私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。もちろんジオン公国のシャアとしてではなく、ジオン大君の子としてである。兄さん、人は長い間地球というゆりかごの中で戯れてきた。しかし時はすでに人類を地球から巣立たせる時が来たのだ。その後に及んでなぜ人類同士が戦い地球を汚染しなければいけないのだ。現にティタンズはこのような時にも戦闘を仕掛けてくる。彼らはかつての地球連邦から膨れ上がり、逆らう者を全て悪と称しているが、それこそ悪であり人類全体を衰退させていると言い切れる。兄さんは父の意志を継いで政治家になるように、まだ戦いの中に身を置きたがっているの。もし兄さんが大君の血を引く者として自分を瞳悟空だと思い英雲を率いていこうというのであれば、やはり私の手で兄さんを殺さねばならないのかも。でも今の私は普通の女よ。ニュータイプになり損ないの。戦争は当分続くか。